2018年に作った作品で、まあ、当時その機械学習技術を使って、まあ、振り付けを生成する、テクノロジーがあるからこそ生まれた振り付けでしかない、映像だけではできないような何かものを使ってやることをいろいろ考えて、テクノロジーとダンサー、生身の人間がどういうふうにコラボレーションしていくべきなのかっていうのを十何年ライゾマティクスさんと研究してきた集大成というかが今ここにあるのかなと。オープニングのシーンに関して言えば日本国内でやる時だけのスペシャルなシーンになっているので、この辺はぜひ楽しみにしていただきたいなと思っています。数学の進化の過程と、あとはそういう身体の表現の関連性みたいなことが、まあ、この作品を通じて伝えられるものがあればいいな。その後ろにある技術と、まあ、それを使ってどういう表現を試みているのかということをちょっと考えながら見ていただけると、まあ、より楽しめるかなと思います。